はい、どうもこんにちは、ギタリストの宮脇です。今回ですね、カラインというメーカーから出ているタイガーシャークというですね、ディストーションペダル、これをちょっと試してみたいと思います。で、このですね、ディストーションペダルっていうのはノイズゲート機能が入ってるっていうのが一つ特色に挙げられるんではないかと思います。今回の試奏で使用しているのはフェンダーのツインリバーブ、あそこに見えますね。これをですね、クリーンの、まあ、無難なセッティングにしてあります。フロントだったらね、こんな音、こんな感じですね。はい、で、こうセンターだとこんな音、リアだとちょっとパワーがある感じですね。で、まあ、ディストーションペダルということで、まあ、リアのハンバッカー、これでどんなサウンドが得られるのか、そのあたりをですね、いろいろチェックしてみたいと思います。それではですね、このリアのセッティングにしておいて、ディストーションを踏んでみましょうか。えい。はい。はい。でですね、まあ、いろいろやってみましょう。今、クラシックというモードになっていて、エクストリームとこう切り替えられるんですね。ちなみに同じ、セッティングでやると、はい、エクストリーム、はい、なんかちょっとミントが分厚くなってるような、そんな印象もしますね。取り急ぎクラシックにしておきましょう。はい、それでここで今ですね、こうノイズね、出ていると思うんですが、これを一遍ノイズゲートありますか、ちょっと使ってみましょうか。おお、このあたりで反応するんですかね。このあたりでしょうか。お、これだったら、このあたりか。これでリフを。これ完璧に消えますね。非常に使い勝手がいいというか、シンプルな分、これは使いやすいと思います。それではですね、ちょっとソロの音をですね、ちょっとなんか弾いてみますね。これですね、まさに弾いた今のプレイをそのままルーパーで録音して、そのままポンとこう出せるようにしておきました。で、それをですね、流しながらいろいろ設定を変えてみたいと思います。では、いきますね。次にですね、リフをちょっと弾いてみて、またこれでルーパーで再生させながらいろいろいじってみたいと思います。We'll be right back.
いかがでしょうか。まあ一見ね、エクストリームの方が、無難な音作りはしやすいような気がいたしました。それに反してこのクラシックですね、今ちょっとミッドを上げて、そしてディストーションを少なめにするとですね、いい感じのクランチみたいな音が得られた感じですね。この音割と僕好きですね。クリーンの音の分離も良さそうです。うん、なんかいいですね。はい、ちょっとフロントもやってみましょうか。はい、いかがだったでしょうか。このタイガーシャークですね、最初はこのデザインからしてメタル系のみかなと思っていたら、このエクストリームというスイッチをオンにすると割とオーバードライブ的なサウンドが得られて、これはフュージョンみたいな音楽でも合うような気がしました。あとですね、クラシックでこういうセッティングで歪み控えめにしてもですね、細くならないというか、そういうサウンドだなぁと思いました。皆さんもぜひぜひ試していただければと思います。それでは